味しそうですね。美味しいです。うんうん。やっぱり怖い。ラネール地方。ゾーラの里に暮らすゾーラ族、多種族と比べても非常に長命な水の民である。他者の傷を癒す力を持つゾーラの王女ミファーは、その力を買われ、水の神獣、バ・ルッタのクリテに選び出された。ゼルダは使者として、リンクたちと共にゾーラの里へと赴き、ゾーラの王、ドレファンに謁見するが。ミファーを神獣のクリテに。はい、ミファーならばきっと大事を成してくれるだろうと王も申しておりました。だが神獣を操り厄災を封ずるという大役には相応の危険が伴う。大魔の騎士も現れず、厄災への備えはまだ整っておらんと聞いたぞよ。それは娘を危険な戦いに赴かせるわけには。ですがドレファン様、ご報告が。リンク、また背が伸びたんだ。でも、変わらないね。あ、この子は、ガーディアン？かわいい。ミファー様、雷獣さんより現れた魔物の群れが里に迫っています。お父様は？ドレファン様は自ら指揮を取り迎撃に当たっておられます。そのシド王子はご一緒ではないのですか？シドがいない？シドは私たちに任せて、あなたは里のみんなを。はっ。
お任せください。リンク、
Thank you.
ビタロクロ、止まれ。戦うなんて。本当に心配したんだから。でも、ありがとう。よく頑張ったね、シド。
あれは。
先の襲撃でわしらは薬剤への備えが足りんことを思い知らされたぞよ。ゾーラ族にとっても薬剤は決して人ごとではない。わしらもこのハイラルに生きる者として役目を果たさねばなるまい。ミファ、前へ。はい。そなたが神獣の繰り手となることを認めるぞよ。だが必ず無事に戻ってこい。